気分がこうジェットコースターのように上がったり下がったりするような方、中国東洋では龍、ね、西洋ではドラゴンなんていう風に、まあ、創造の霊獣を生み出してます。そもそも漢方というのはその方の体調だとか体質、出ている、ね、症状に合わせて選んでいくものになります。皆さんこんにちは。薬日本堂漢方スクール講師で薬剤師の斉藤です。漢方薬というとね、難しいイメージあるんですけれども、実際にドラッグストア専門薬局で手に取ってみると、いざ、飲んでみようとした時にいろいろ疑問が湧いてくるんですね。その疑問について、回答していくこの回としたいと思います。今回はサイコカ龍骨ボレイト、ちょっと長い名前なんですけれども、こちらが、主役になります。この漢方薬なんですが、実は小サイコ糖という漢方薬に龍骨とボレイというものを加えたものになるんですね。で、効能はこういった形なんですけれども、実はもうイライラして忙しくってもうっていう風に、怒りが頭に上がってくるような、そんな時にも使っていける。そして実は性別年齢、ね、問わずに体力がそれなりにある方の今の怒り感、例えば更年期の時にもうイライラし仕方がないなんていう方いますよね。あとは気分がこうジェットコースターのように上がったり下がったりするような方、こちらにもあるように小児の夜泣き、ね、肝の虫なんていうふうに表現するんですけれども、こんな時にも使う漢方薬なんですね。で、疑問その1です。まずはそもそもお名前にもあるこの龍骨って何っていうことなんですね。龍っていたっけっていうふうに思うかと思うんですけれども、古代の人型ね、地面を掘った時に、大型の、まあ、哺乳類の、まあ、動物の骨見つけてます、まあ、いわゆる化石ですね。イメージはナウマンゾウとかマンモスみたいなものをイメージしていただいたらいいと思います。その骨が化石化したものを龍骨というふうに表現してます。まあ、古代の人はね、こう骨を見つけた時に、うわ、こんな大きな骨持ってる獣ってどんなんだろうっていうふうに想像したんでしょうね。中国東洋では龍、ね、西洋ではドラゴンなんていうふうに、まあ、創造の霊獣を生み出してます。それがこのお名前になってます。で、骨っていうと皆さん主成分カルシウムっていうふうに理解していらっしゃると思うんですけれども、カルシウムって自然界の中では石なんですね。石の冷たい感じが、重い感じが体の中に入ってくると思ってください。そうするとさっき言った怒り浸透、上にグッと上がってくるものがクールダウン、下げられるということなんですね。こんなものをうまく使ったのが龍骨ボレイト。ちなみにボレイというのはこれですね、カキの貝殻です。これも、いわゆるカルシウムというふうな形でとってます。で、疑問その2、血圧を下げる薬なのかっていうことなんですね。で、効能のところに高血圧の随伴症状なんていうふうに書いてあるんです。血圧が高くてなんか心臓がバクバクして眠れないなんて言った症状、そして、まあ、イライラ感が強くてというようなことがある人に対してこのサイコカ龍骨ボレイトは有効なんですね。すべての血圧が高い人に有効なわけではない。そもそも漢方というのはその方の体調だとか体質、出ている、ね、症状に合わせて選んでいくものになります。数値だけをガッと下げるようなもの、まあ、高圧剤みたいなものではないんですね。ただ自然に体のバランスが整ってくると、血圧も徐々に安定してくれるっていう不思議さがあるんです。皆さんお分かりでしたでしょうか。はい、サイコカ龍骨ボレイト、実は、更年期の女性、それから忙しくってもうイライラしてる男性、ね、小さいお子さんでキッとなってしまう子、いろんな幅広く使えるいい処方なんですね。ぜひ頭に留めておいてください。選ぶときには必ず専門家に相談してくださいね。
では、チャンネル登録もよろしくお願いします。